はい、皆さん、こんにちは。サモリです。本日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちらの10番天ピン。要は、端っこに残ったピンを、どういうふうにこう倒すかっていうところを、2つ、ちょっとポイント絞って、お話ししていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ではですね、ちょっとポイント、二つお話ししていきたいと思います。まず、投げるところの、狙っていくところの、立つ場所です。はい。皆さん、まあ私右利きなんで、まあ右利きの方であれば右端が残った時に、あと最後一本、どうやって取ろうかなっていうので、結構端っこって難しいですよね。私も、あまり得意ではないんですけど、まあ、より確率が高く取れるようにというので、投げてることとしましては、まずは投げるところは、こうまっすぐは狙わないです。端から、斜めに狙っていくようにしてます。まあもう理由は一つです。まあ先ほどもお伝えしたように、より確実に取れる確率を上げるためっていうところになるので、どうしても右端で行こうとすると、横にガターがありますよね。だから、落ちる可能性が高いです。かつまっすぐ狙っていくのは結構難しいです。相当なコントロールがある方じゃないとちょっと難しいかなと思うので、ちょっとこう斜めとか、もしくは、大体真ん中ぐらいでもいいかなと思います。ね、方に立つと、より、多少ちょっとですね、投げ水しても、取れます。なので、投げるとき、まず一つ、立つ場所っていうのは、真ん中、もしくは、こちらの逆側の端に立って、まっすぐ狙っていくような形で投げる。ところが一つ目のポイントです。はい。あと二つ目のポイントです。目線です。はい。皆さん、こう、今ので、まっすぐじゃなくて、こう、斜めから狙っていくっていうのは、ご理解いただけたかなと思います。ではですね、じゃあここで、ピンを見ながら、まあ、皆さん、こう、投げていくと思います。まあ、プロの方とかもそうですけど、基本、ピンってあまり見ないです。もしくはこうスパッとって言って、そこの三角の矢印あるんで、そこをめがけて投げるような形で投げていきます。ですので、そこをめがけて投げていくんですけど、皆さん利き目ってあるのってご存知ですかね。はい、人それぞれ利き目ってあります。私左なんですけど、私がこう見てる目線と、このボールが出ていく、なんて言いますか、角度って違うのって分かりますよね。はい。私、左目なんで、こう見てるんですよね。で、そのイメージで投げてしまうと、ボールが、こっち行ったりとか、右行ったりとかしてしまいます。で、考えていただきたいのは、ボールが、ここにありますよね。ここの目線で考えないといけないです。こうではなくて、ここです。出てくるところ。ですので、私、今こう、端っこに立ってますけど、結構端から投げてますけど、実際に出ていくボールって、ここじゃなくて、ここなんです。ってことは、ここからボールが出ていくっていうのを想定した形で投げないといけないんです。ですので、僕らがこう投げる時の目線と、ボール、見えないですけど、ボールの目線っていうのが、要はあるので、そこを意識して投げないと、イメージ通りにはいかないです。はい。皆さん、私もこうやって投げますけど、だいたいここぐらいで投げます。けど、実際にここの足から、ボールが出てるわけではないんで、ここからボールが出ていくので、若干、ボールの立ち位置みたいなところは、だいたい真ん中ぐらいから、出てるっていうのを想定した形で投げないといけないです。ですので、よくあるのが、こう端っこに立ってるから、結構ね、イメージ的にはこう、右に投げやすいんですよ。
こう狙うじゃないですか。こっからこう行くイメージで行ったら行きますけど、実際ボールってここから出るんで、こういったら右の肩をしてしまうっていうことがよくあるので、あの端っこから投げるときの注意としては、目線。私の自分の目線とボールの目線みたいなのがあるっていうのは、ちょっと意識してもらえたらなというふうに思います。ではですね、あのピン狙っていきたいなと思います。で、使用するのはハウスボールになるので、皆さんボーリング場であるボール、まあ、使ってもらって狙っていってもらったらなと思います。はい、で、今、先ほどお伝えしたように、私の目線って大体こんなぐらいですかね。はい。でも実際にボールが出ていくのは、ちょっと右です。これぐらいの角度の中で、ボールが出ていくというようなイメージで、ちょっとまずは投げていきたいと思います。はい。では、ハウスボールで投げていきます。で、普段私カーブで、カーブボール投げてますけど、投げ方は変えないです。同じ投げ方で投げていきます。では狙っていこうと思います。はい。ちょっとバランス崩しちゃいましたけど、まあ、今みたいな形で、斜めに上げて投げていくというところです。ですので、皆さん、天秤に、恐れることなく、しっかり、取っていっていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。